今回なんですけども最高の自撮り棒を購入しましたのでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、パッケージはこんな感じになっております。嬉しい、これ欲しかったんですよね。これでは早速開封したいと思います。開封しますとこんな感じですね。うわ、質感も結構いいですね。説明書と本体となんかケーブルが入ってますね。かっこいい。これ外観じっくり見ていただきたいと思います。コールマンベルボンというふうにロゴが入っておりますね。で上がこうカメラ用のネジがこんな感じでついてます。でこれがリモコンですね。 Bluetooth のリモコンは下のここからねこういう感じで外すことができます。カメラボタンを長押しすると電源入りますし、もう一度長押しすると電源が切れます。まあこれリモコン外せるので当然ねこう離れた場所からスマホのシャッターをこう切れるとポチッと、まあその辺は普通に便利ですね。でこのリモコンは充電式タイプになってまして、ここから USB を挿せば充電できるといったような感じになっております。じゃあここからはこの自撮り棒の何がいいのかっていうのをご説明したいと思います。まずですね、一つの大きな特徴なんですけども、これ先端がちょっとバネになってて、これを押し込むことでカメラ用の、ね、ネジが出てきます。でこれがあることによってですね、いろんな使い方ができると。先端にカメラつけたり、あの GoPro つけたり、そんなこともできると。 GoPro つけるにはちょっと別のアタッチメント購入する必要があるので、その辺購入しないといけないんですけども、まあ、これがあるのとないとではすごい汎用性というか違いますね。で私はあの GoPro 持ってないのでちょっとカメラをつけてみたいと思います。一応カメラつけていくんですけど、つけるのもねだいたいネジ穴合わせてこんな感じ合わせてこう、まあ、グリグリ回していけばもう簡単につけれますし、めっちゃ簡単でしっかりしますよね。はい、次にスマホの取り付けですね。まずここをこうキュッと引き出します。グッと、そしたらこんな感じになってまして、まあここがバネになってて、これも結構強力なバネで、もう全然こうホールド感がすごいというか、取り付けもすごい安定します。でここに、まあ、こんな感じでスマホ接続するだけ、めっちゃ簡単です。で安定性もすごいです。もうめっちゃいい、絶対落ちないですこれ。はい、で角度もねこんな感じで自由に変えられるんですよね。後ろはねこんな感じ、まあ、これぐらいまでしかいかないんですけど、まあ、こんな感じで角度も変えれますし、こんな感じで縦にスマホを装着することもできます。こんな感じでね角度を自由に変えることができます。めっちゃ便利です。でこれをですねこう引き出していきます。そうすることでこれ約80センチの伸びるんですけど、こんな感じで自撮り棒としても使えます。当然ね短い状態、まあ、こんな状態でも使えますし、この途中の状態でもねしっかり固定されるんですね。これなので安定して使えますね。調整が自由に効くんでその辺も素晴らしいかなと思います。でこれの作りがねすごいしっかりしてまして、これもう曲げようとしても全然こう曲がらないというか、もうかなりあの各部がねしっかりと作られてまして非常に頑丈ですね。なんかこう不安になるようなことが全然一切なくてですね、すごいあのいい作りになってます。でさらにこいつはスタンドとしても使えるということで、ここをこう手でねパチッと開くとこんな感じで開きます。でこれをまあ引き出すとグッとこんな感じですね、カチッとするとこう三脚のように開いてですね、まあ、スタンドとして使用できると。でこれも高さも自由に先ほどと同じようにね調整できますし、机の上に置いて使うもよしですし、まあ全部伸ばしてねこんな感じでねスタンドとして使用するのもいいですし、すごいあの用途がたくさんあって便利です。当然収納するのもすごく簡単で、こうパチッとでパチパチと固定するだけ、これでもう一瞬でですね収納できますし、あと押し込めば元通りこんなスタイリッシュな姿になります。最高っすねこれ。収納状態なんですけど、収納状態で21.5 センチということでめっちゃコンパクトです。まあ約20センチということで、
非常にコンパクトなので、カバンとかね、普段持ち歩きしてるようなものに収納できますので、こう携帯性がすごいです。でも余分なこう突起とか引っかかるようなところもないので、シュッとねカバンの方に入れれますので、ほんと普段の持ち歩きに最高ですね。はい、こちらが一般的な三脚ですね、カメラので、こっちが今回買った自撮り棒なんですけど、これと比べるとまあ確かにこっちの方が若干背が低いんですけど、ほとんど一緒ですよね。はい、折りたたんだ場合でもこれぐらいの差がありますね。もう全然違います。コンパクトさがこれで伝わればなと思うんですけども、ほぼ同じような機能高さでこれだけコンパクトスタイリッシュな収納ができると、いかに素晴らしいかっていうのが伝わればなというふうに思います。こちらはスタンド機能を使用して、まあ、一番短い状態で設置した状態になります。まあ、これぐらいのコンパクトさにもなりますし、すごい多様な使い方が可能になっております。はい、やろうと思えばこういった使い方もできるんですね。スマホと上部に他のカメラをつけれるっていうことで、こんな使い方もできます。もう使いようはまあそれぞれなんですけども、まあ、幅が広がりますよね。例えば下のスマホで自分を撮りながら、上のカメラで目の前の風景を撮るとか、はい、同時の撮影が可能なので、すごい使い方によっては本当に幅の広い使い方ができると思います。はい、ということでですね、この製品の素晴らしさが伝わりましたでしょうか。はい、もうめっちゃかっこいいですよねこれ。で、こちらの商品なんですけども、Amazon とかでね、簡単に購入することができますが、まあ、検索してもね、似たような商品たくさんあるんですよ。で、今回購入した商品のリンクをね、概要欄の方に貼っておきたいと思いますので、購入してもいいんじゃないかなと思われる方はそちらの方をクリックしていただいて、購入検討いただけたらなというふうに思います。素晴らしいです。私初めての自撮り棒ですけども、これにしてよかったなというふうに思います。思ってます。はい、じゃあね、今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。